本日は文化庁現代アートワークショップにご参加くださいまして誠にありがとうございます。セッション後、東アジアにおける間接展覧会と日本はただいまから始めさせていただきます。開会に先立ちまして、本日のご覧いただいておりますウェビナーの機能につきましてご案内させていただきます。本ウェビナーは日英同時通訳で配信しています。ズーム画面下にある通訳ボタンでご希望の言語を選択してください。オリジナル音声、日本語、英語を選択できます。配信中は Q&A 機能をご利用いただけます。テキストでのご質問は Q&A 機能からお送りください。オンライン視聴されている方で、音声でのご発言をご希望の方は、Q&A に発言希望とご記入の上、お名前、発言趣旨を投稿していただき、モデレーターから発言許可の出た方をお話しください。手を挙げる機能およびチャットによる投稿はご利用いただけません。本日のプログラムは、2月上旬にアートプラットフォームジャパンウェブサイト上でアーカイブ動画を公開予定です。本日の配信の録画、録音、キャプチャーなどはご遠慮いただけますようお願いいたします。それではただいまよりセッション後、東アジアにおける間接展覧会と日本を始めさせていただきます。本日のモデレーターは、京都精華大学の稲重様です。本日は京都からのご登壇です。稲賀様、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。今、セッションの、説明ございました、題名のご説明ございました。その趣旨について、まず最初に、本日、オブザーバーとなっておりますけれども、日本芸術、現代アート委員会の委員、いらっしゃいます。梶田健二さんの方から、このセッションの趣旨の説明をいただきたいと思います。梶田さん、お願いします。皆さんご紹介ありがとうございます。文化庁現代アートワークショップ、のステアリングコミュニティ、日本現代アート委員会の委員を務めております、梶谷健二と申します。私からこのセッションの趣旨説明をいたします。2018年度に始動した文化庁アートプラットフォーム事業は、国際的な専門家の総合ネットワーク構築を目指して、文化庁現代アートワークショップを、開催しています。2022年度末までにですね、国際的な展覧会の実現と、グローバルな人的ネットワークを活用した成果にたどり着くことを目指してきましたが、ご承知のように、コロナ禍により美術を取り巻く状況は大きく変わりました。展覧会の中止や変更、国際輸送を含む展覧会開催の見通しが立ちにくい状況になっております。こうした中、本年度の授業では、国内美術館の現状を共有しつつ、国内外での展示の可能性について議論することになりました。オンライン配信のプログラムとしては、昨日夕方に、コロナ禍で感染予防として人的接触が、避けられる状況の中で、制作を行っているアーティストが語るセッションが、ありました。また本日午前中は、ポストパンデミック時代の実践的な展覧会メイキングの可能性について、国内外のキュレーター、研究者によるセッションがありました。この夕方のセッションは、東アジアにおける間接展覧会と日本と題しまして、主として1930年代後半から1945年までの間に、ソウル、台北、長春で開催された間接展覧会を、中心に、東アジアと、日本の美術について考察します。2014年に福岡アジア美術館、府中市美術館、兵庫県立美術館で開催された展覧会、観天に見る近代美術、東京、ソウル、台北、長春、以後の研究成果を踏まえて、間接展覧会や関連する日本人の美術家の動向などを学術的、多角的に論じられればと考えています。なお、このセッションでは、満州国やその首都の新疆に触れることになりますが、正しくは満州国は偽満州国または旧満州国、
新教は長春または現長春とするべきだと考えております。このセッションはもともとは会場にいらっしゃる美術館学芸員を中心とする日本の美術関係者に向けて日本の植民地主義の歴史に関するアカデミックな議論の場を作りたいと、日本現代アート委員会で考えて設けられました。ただオンラインで世界に配信することになりましたので、なぜその日本が中心となって朝鮮、台湾、満州の展覧会を扱うのかと疑問を持たれる方もいらっしゃるかと思います。決して東アジア美術研究を主導しようというような意図があるわけではなく、あくまでも過去の歴史について反省とともに学びたいと考えて企画しております。皆さんと活発な議論をさせていただくことを楽しみにしております。私からは以上になります。はい、ありがとうございました。それでは早速セッションの方に入りたいと思います。このセッションの方ですけれども、3名の方にまずお話をいただきます。木田恵美子様さんと呼ぶんですか、今日。それからお二人目が王宇宝さん、三名目が江川義秀さんということになります。お一人20分まずお話をいただきます。その後でコメンテーターとして、ラワンチャイ君さんの方からお話をいただきます。でその後少しブレイクをいただきまして、その後で、ディスカッションを続けるというそういう予定になっております。では早速最初のご発表いただきます。伊田恵美子さんも、簡単にご説明申し上げます。大谷大学の教授でいらっしゃいまして、朝鮮の近現代美術史、韓国朝鮮の文化史、植民地史のご研究でも大きな業績を挙げていらっしゃいます。で導入される過程、そこでいかなる変容をしていったのかということが、木田さんの問題意識の根底にあるということです。主な論考としてたくさん挙げてありますけれども、ここのところは必要があれば後でご説明いただくということでよろしくございますか。はい、それではあまり時間を取ってはいけませんので、伊沢さんの方から早速お願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。大学の木田です。私は朝鮮美術展覧館についての報告をさせていただきます。次お願いします。まず、本日の発表の内容なんですけれども、まずは、2014年以降の朝鮮美術展覧会研究の概略を、その次に、在朝鮮日本人画家である加藤松林人の意向に見る朝鮮美術展覧会ということでお話を進めていきます。で3、4、5はその内容になります。次お願いします。まず、韓国における研究成果から見ていきたいと思うんですけれども、もともと近代美術研究は、大変力が入れられておりまして、2010年以降といっても本当にたくさんの研究があります。その中で注目していきたいのはやはり、新資料発掘への努力と結びついて、日本人画家との、交流要素についての研究が、今注目をされるのではないかなというふうに思われます。次お願いします。日本においては、韓国の研究成果が、翻訳されて、発表されるということが多いんですけれども、やはり注目したいのは、2番の諸部工芸部に関する研究が充実したものが出てきていること、そして、3の2冠を起こする、若手研究者の活動、韓国の近代美術の、プロパの研究者が、台頭してきたということです。次お願いします。
で、肝心の発表者である私の、関心分野なんですけれども、2000年前後で韓国に留学をしておりまして、韓国と日本の美術あるいは美術史の概念というのはかなりずれているということに、驚きまして、以来、そういった、美術概念のずれに対して、論文を書いてきました。でもう一つは在朝鮮日本人画家の加藤松林人の意向を中心に、研究を進めております。次お願いします。今ご覧いただいているのは、植民地時代の朝鮮画壇を代表する日本人画家たちなんですけれども、青色が、東京美術学校出身の画家です。で、あと下線引いてあるのが帝国美術院展における、入選者ですね、入賞という方も入選者ですけれども、そのような中、加藤松林人は東洋画家を代表する画家として、挙げられるわけです。次お願いします。加藤松林人なんですけれども徳島県の阿南市に生まれました。で、中学校卒業という、中学校中退後、東京に渡りまして早稲田大学の予科に、学びます。でその後、父親の仕事の都合で、朝鮮へ一家で移住するんですけれども、そんな時に、朝鮮在住の日本人画家である、清水東雲に、日本画の手ほどきを受けています。そして、その後朝鮮美術展覧会で、着実に成果を上げていきまして、1927年には、第8回帝国美術院展覧会に、入選しています。そして朝鮮美術展覧会では参与の資格を、与えられることになります。次お願いします。この加藤松林人なんですけれども、戦後、日本に戻りまして、様々に原稿を書いています。で今日はその中でも2つ目の海藻の半島画壇、1952年に、書かれた、400字詰め原稿用紙として479枚にも及ぶ、原稿があるんですけれども、それを中心として当時の朝鮮画壇がどういったものだったのか、朝鮮美術展覧会がどういうものだったのかについて見ていきます。この、海藻の半島画壇につきましては、この、発表が、本格的にこう扱う初めてのものと、なります。はい、次お願いします。まず目次の中をご覧いただくと、分かるかと思うんですけれども、朝鮮美術展覧会の参与まで務めた加藤松林人ですので、かなり、朝鮮美術展覧会に関する記述が多いです。次お願いします。これは加藤の、入選した作品です。加藤の画室の写真も見えています。次お願いします。やはり、この加藤の、活動というものはやっぱり形状の、生活というものが本当に一番こうその人生の頂点を、彩ったというふうに考えることができます。次お願いします。このように、加藤松林人というのは朝鮮画壇にいては、なくてはならない存在だったわけです。次お願いします。この海藻の半島画壇の特色なんですけれども、まず日本美術展覧会の参加者による、当事者としての、詳細の記録という点で極めて重要です。でまた、美術団体や展覧会などについても詳細に記録されています。3つ目に、日本人画家だけではなくて朝鮮人画家についても、記録がなされています。4つ目、加藤松林人は東洋画家、日本画家だったわけなんですけれども、伝統的な、朝鮮書画について理解しようという姿勢がこの原稿の中に読み取ることができます。5つ目、これまで、詳細が分からなかった事実についての記述が見られます。次お願いします。その中でも、まず、韓国の近代美術史研究の中でも、一つのイシューとなる朝鮮美術展覧会の書部の廃止と、それに代わって工芸部が設置されたという問題について加藤がどのように書いているのかを見ていきたいと思います。まず、
これまでの研究におきましては書の廃止というのは総督府の美術政策の一環ではないかというふうに分析されることが多かったわけです。ところが加藤の記述を見ますと朝鮮美術展覧会の創設当初から書は重視されていたということがわかります。次お願いします。この書部の廃止というのは1931年の第10回朝鮮美術展覧会において機構改革がなされ、第11回展には書部が廃止され、その代わりに工芸部が設置されたというものです。次お願いします。これはまさに明治時代の小山正太郎と岡倉天心の書は美術ならず論争を彷彿とさせるんですけれども、これについて加藤は理由をいくつか挙げています。まず一つ目は、この書の作品が彩色画と、同じ空間に展示されることにおいて、非常に展示会場が混沌としてしまう、いわゆる展示空間における作品同士の干渉を、出品者たちが嫌ったからだと説明しています。次お願いします。理由の2つ目としては、まず、若い世代の朝鮮人画家たちからの強い要望があったということです。朝鮮総督側はむしろ、書の存在というものを融和政策上重視していたという、全く、従来の考え方とは逆の、そういった発想がこの書部の、廃止にあるわけなんですね。次お願いします。理由の3つ目としては、苦心して制作する絵画に比べて書は簡単に完成してしまうということですね。でこれも、若手の朝鮮人画家から、提起された問題意識です。次お願いします。最後に挙げられた理由としては、世代交代が、その理由の一つだというふうに加藤は述べています。書部の審査員であった、金魚人がこの頃ちょうど死去をして、ちょうどこう古い書画の世界から新しい美術の世界に時代が移ったんだというような、そういう認識を加藤はしています。次お願いします。そしてこの書部が廃止された後に工芸部が新設されたわけなんですけれども、従来考えられていたように工芸部を作るために書部をなくしたわけではないということなんですね。次お願いします。これまで見てきたように朝鮮総督府側は朝鮮人にとっての書画の重要性を、十分理解していたということがわかります。2つ目、併合初期は書画という共通項で日朝間交流が可能だったということも、指摘されます。3つ目、墨を基調とする朝鮮書画に対する日本人側の見方というのは実は賛否両論なんですね。で一般的には書画というものがやはり、一つの展示会場にあると、その彩色家の邪魔をするというような話があったわけなんですけれども、そもそも論として、朝鮮人画家は彩色画は苦手のようだったというふうに加藤は見ています。でこの書画をめぐる考え方、書画を基盤とした朝鮮側の価値観について今一度注目する必要があります。次お願いします。この書画に対する認識なんですけれども、植民地初期、当時無断政治であったんですけれども、それにもかかわらず実は日銭館の書画界が活発だったというふうに、加藤は書き残しています。次お願いします。でそのうちの、一つ、丹精同好会の実態についての記述を見ていきます。加藤によると参加者は日本側は清水東雲ら数名の書画家のみで残りは高官や名士であったと。で、朝鮮取れます。
ていたいのが、これを言い換えると墨の存在感、書き込みの過剰さというものがこうした言葉で表現されていると思われます。それと同時に、この墨で描かれた書画に対する評価も日本人側から挙げられてもいます。次お願いします。実際に作品を見ていきますと、これ第3回の朝鮮美術展覧会の図録から撮ったものですけれども、この3作がすべて東洋画から出品されているわけです。次お願いします。例えば人物画においても、この左側、これ第1回の朝鮮美術展覧会出品作ですけれども、加藤はこのように表情をつけてしまうことが一種の悪どい悪写実的な結果になるというふうに言っています。参考に右に挙げてあるのは朝鮮時代を代表する、画家である、チェヨンシンの作品です。次お願いします。こうした、朝鮮書画が、日本の、展覧会導入、日本の美術概念導入によってどのように変わっていたのか、その例として常に挙げられるのが、ここに、見えます金宇野です。で、彼は東洋画家なんですけれども、朝鮮人として初めて帝展に入選した実力派の画家で、戦中戦後を通じて、画壇の指導的立場にいました。日本画的な画風を取り入れたとして、その親日派として、批判されたりもしています。次お願いします。このキム・ウノの場合、第1回に出品された、総武図ですね。これは僧侶の、加工して踊りを踊る女性の絵なんですけれども、でこの第1回の作品と第18回の作品を比べて見ていきたいと思います。加藤によりますと、もともとこの金宇野は、朝鮮の、有名な、イ・ドヨンという、書画家の下で、勉強したんですけれども、途中東京に行きまして結城染に師事します。でその後朝鮮宗ともいえる悪度さがなくなって、描写の完結と構図の整理の跡が見られるというふうに高く評価しているわけですね。次お願いします。朝鮮絵画、朝鮮書画をどう評価するのかという問題について、私自身が、まとめたものがここに映っています。まず、韓国の研究者たちは朝鮮の書画と日本画の間にある隙間について以前から問題視してきました。いわゆる画風の日本化に対して違和感があるというふうな表明が何度も繰り返されてきているわけです。そして加藤は、オセちゃんの、金域手画帳などを参考にして朝鮮絵画に対する理解を深めようとしています。その結果、加藤は書画を単に造形的な事件だけでは捉えられないという意識を持つようになりました。加藤は朝鮮の独自性を尊重しようとしながらも、日本的な美術の価値観との間で葛藤していたようです。次お願いします。で、この彩色が苦手という朝鮮民族の自意識というのは非常に重要なポイントでして、で、もともと右側に見えるような肖像画の伝統があるわけなんです。で、そして、現在に至っても韓国と、朝鮮民主主義人民共和国においても、この彩色化が苦手だという意識というのは依然として、持たれているわけなんです。これらは学としての文脈にない、要は文人の文脈にないものであるので、別物というふうに考えられていた可能性もあります。次お願いします。5つ目の項目としましては、新聞と人的ネットワークについての記述があるということです。1920年代ぐらいから、京城日報には、多田喜三、朝鮮新聞には村上教授という、美術担当記者が、置かれるようになりました。次お願いします。多田喜三については、
最近、経常日報を元にした研究が進められている中で、何度も名前が出てくるので浮上してきている人物です。次お願いします。で、この経常日報の記者である多田喜三なんですけれども、加藤をはじめとする在朝鮮日本人画家は多田の記事に悩まされていたというような、項目があります。次お願いします。これはどういうことかというと、まず多田喜三は洋画家山田真一とタッグを組んで活動し、また、日本画家である片山丹の義兄なんですね。で、この2人は東京美術学校出身ということで、その東京美術学校のグループに接近していって、活動したということ、また3つ目には政財界の大物に後援者がいたということで、そういったバッグを持ちながら割と、こう自由に活動していたように見受けられます。次お願いします。で、この多田喜三は絵を描くことに対して、まあ、憧れがあったようです。で、実際に朝鮮美術展覧会にも、何回も出品しています。次お願いします。実際の写真で見ていきますと、青丸で囲まれているのが加藤松林人で、赤丸が多田喜三です。で、これは多田喜三の、義弟である、片山丹夫妻の、結婚祝いの、写真です。佐藤邦夫や松田玲子など、朝鮮画壇の代表的な人物が、顔を揃えています。次お願いします。で、朝鮮新聞社の方の村上教授については、で、彼も、作品を描いているわけです。次お願いします。村上教授に対しては加藤はかなり好意的で、非常に多田君とは全く正反対だと言いながら、気を述べていますけれども、ここに見られるこの絵が、村上教授の作品です。次お願いします。で、この多田喜三と山田真一の連帯と、遠田一雄と山田真一の対立という問題で、東京美術学校出身者の活動というところで、見ていきたいと思います。次お願いします。まず朝鮮美術展覧会の次年度、開設次年度の1923年に結成された工芸者と、朝鮮美術協会、洋画研究所との、この対立構造というわけではないんですけれども、まずその工芸者の洋画を描いている洋画家たちというのは、専門的な、教育を受けたことのない人たちであったわけです。そこに1923年に山田真一が朝鮮に移住してきたわけです。で、そのことによって美工出身者同士で活気づいて、できたのが朝鮮美術協会洋画研究所であると言えると思います。ところが、後にこの遠田一雄と山田真一は関係が悪化していくわけなんですけれども、で、こうした、人々のその李郷周さんのそばに、多田喜三の存在があったわけです。次お願いします。以上見てきたわけなんですけれども、加藤の意向を通じて再認識されることは何かというと、まず、そうですね、近代美術史研究をする上で、韓国の近代美術史研究をする上で、新資料の発掘が今、やはりどうするべきかというのが、悩みどころなんですけれども、で、こうした、画家たちの趣向というものは非常に重要になってきます。中でも加藤松林人は、かなりまとまった、原稿を残しています。で、2つ目ちょっと飛ばしてですね、3つ目の問題なんですけれども、今日、一番こう重視したいのが作品評価の問題です。で、例えばキムーノの作品が日本化していったことに対して加藤は非常に、プラスの評価をしているんですけれども、この日本化がイコール作品価値の向上なのかっていう問題は、植民地域の当時から議論がありました。で、そして新聞に掲載された展覧会表の影響力で、それがどれほど妥当なものなのか、そして経常日報の美術欄というものが、それがそのまま総督府の意向になるとは限らないという問題ですね。で、そういったことを勘案しながら今後の研究を進めていく必要があるということです。で、また、
3つ目のその作品評価の問題と関係があるんですけれども、美術を語る上で、日韓間、日朝間の価値観の違いについて再認識する必要があるということが言えます。要はその書画をどう扱うのか、あるいは彩色画についてどう考えるのかという問題ですね。でそれが、とりも直さず、植民地支配をどう考えるのかということにもつながっていきます。日本の価値観を無意識に、朝鮮側、韓国側に押し付けてきたということで、そこに対して、認識を新たにすることが今後の研究において必要だと思います。すいません、時間オーバーしたかもしれません。終わります。はい、はい、木田さんどうも大変ありがとうございました。加藤松林人という人が出てきましたけれども、彼は今再評価がなされている、それから大変貴重な証言を残している画人として知られております。留学生の方にも加藤の研究している方が何かいらっしゃるように伺っております。途中で出てきた加藤の作品で門が書いてある、あれ何大門ですか、何大門ですっけ。これは戦後も加藤が雑誌に、表紙に使い直していたりということが知られていますね。でもう要約はいたしませんけれども、大変充実した発表でした。でとりわけ墨で描いた絵の伝統がある朝鮮韓国において、色彩をどう扱うかということで、これ、北と南でも意見が分かれているという話がありました。でこれは実は民国期の中国でも同じことが起こっているわけですね。徐飛行、シュバイフォンといいますけども、徐飛行という人と、例えば不宝石フーパオシーという方がいますが、この間でも人民中国になって原色をどこまで入れるか、それを歴史画にどう扱っていくか、それとも墨絵の伝統を維持すべきかということで、これいろいろ論争に近いことがあった、そういうことも思い起こされる、なかなか貴重な話題だったと思います。それから日本から来たジャーナリストが、の意見というのが現場に混乱をもたらしていたという、これも大変貴重な映像だと思います。はい、またあとはディスカッションでいろいろこの話題に戻っていきたいと思います。本当にありがとうございました。では早速2人目のご発表に移りたいと思います。王宇宝さん。ワン・ユーペンさんとお呼びしてよろしいでしょうか。山口大学の大学院で教育の研究科を修了されております。その後山口大学で2021年の3月まで、日本山口大学の東アジア研究科で、東アジアコラボ研究推進隊、そういうところの特別研究員を務めております。で現在は中国の広西チャン大学で美術学院の講師をしていらっしゃいます。はい、ありがとうございます。はい、この分野でも大変大切な仕事を博士論文に含めてしていらっしゃる方という場合に伺いました。はい、ありがとうございます。それでは大宇宝さん、お願いいたします。はい、皆様こんにちは。中国広西チハン大学美術学院の大宇宝と申します。よろしくお願いいたします。これから台湾美術展覧会について発表します。次にお願いします。台湾美術展覧会一回大展について、以下のように様々な論説があります。大展の設立は日本人が台湾を統治した以来、台湾における
植民地教育の成果を占有するための最も重要な政策の一つであり、総督府が決定したものでした。次にお願いします。来年は総督府が主導する間接美術展覧会です。来年は日本政府の文化活統治の一つの集団であった。来年の設立は内面と外面の二つの要素があり、内的な要素は当時の台湾社会の文化活動の重要であり、外的な要素は総督府の支持でした。次にお願いします。またこのような重大な意味を持つ大抵の経緯、設立経緯については2つの説があります。1つは同居生で、もう1つは総督府によって創設されたというものです。よって大抵の設立経緯、大抵開催の意義と趣旨及びその位置付けと性質を再検討する必要があります。次お願いします。まず台湾美術展覧会の設立を検討します。1927年に第1回大展が開幕すると、文化界や美術界の人々の間に衝撃が広がりました。台湾島内の美術の発展はこれが転換点となりました。そもそも日本の近代文化が西洋文化の成果を吸収し、国家の新たな精神を作り出そうとする過程にあって、美術は早く独自の地位に占めていました。日本の近代政府は明治維新以後、美術を近代文明の表象とし、一方で国家文化を建設する力であるとみなしていました。1876年には、国務省美術学を創設し、欧州から専門家を招聘して教鞭を取らせ、一方で青年を欧州に派遣して絵を学ばせています。1887年にはこれを東京美術学校と改め、政府系美術の確固たる権威性を打ち立てました。次お願いします。同時に国民に対する成果の展示と全国の美術の発展の方向を統合し導くために、1907年に文部省美術展覧会議会分展を設立しました。後に帝国美術展覧会議会大展と会所として常設の美術奨励機構とし、間接美術審査委員会をも設けました。1927年に設立された大展はこの分展の制度を手本としてできたものです。次お願いします。大展の設立経緯については、従来から台湾美術界では日本人画家である市川金次郎、塩月豊富、東方、小原こと、木下正外の4人が中心となって台湾総督府に建立したというのが大切である。それには以下の2つの説があります。これらは大展の対立経緯についての東京説です。次お願いします。森美玲子の研究によると、台湾美術界で大切とされてきた日本人画家と神山所得が東京であるという説は完全な誤りです。ちなみに神山総督は山口県出身であり、石川金一郎は静岡県出身であり、小原と木下は長野県出身です。では大展はどのような経緯で設立されたのか、大展創設の経緯について、まず1927年10月20日台湾日日新報が大展を経緯祝詞で発行した。台湾美術展覧会後の台湾美術展が生まれ出るまでの経緯については日課のように記されています。次お願いします。赤色部分を見てください。香港美術の急速な普及発達に関
上台北在住の有志で、現に台展の幹事になっている少子に美術展覧会の開催を計画し、大正15年12月の頃、数字会合して常設の一つ、大美術展覧会を開くを立て、当局の意見を持たし、着々実現に向かって進んでいったところ、この計画を総督府東京が耳にし、台湾教育会主催のもとに台北において開催することに決定しました。次にお願いします。そして1927年10月28日、第1回台展が台北の加山小学校で開催されました。台展について台湾総督府文教局長であった石黒秀彦は次のように述べています。台湾教育会の事業として創設された台湾美術展覧会は、台湾に在住する美術家に対してその鑑賞研究の機会を与え、一面公衆の美的思想を寛容し、趣味を構成する目的を持って生まれたものです。次お願いします。さらに、台展の創設に参画した塩月は1933年に次のように改装しています。赤色部分を見てください。台湾美術展覧会開設についての相談会を開いたのが、もちろんその時の相談会では民間に作ることを目標としたように覚えている。初代文教局長石黒氏によって、台湾教育会の開催でいよいよ第一回台展が開催されたのは昭和2年の秋であった。次にお願いします。初期のように台北在住の有志であった石川や小原、塩月などが台展を企画した。台展はまず民間から始めて、総督府東京区に移った大規模な活動でした。協議を重ねるうちに総督府が開催の意向を示したのです。そして台展の主催は州督府ではなく台湾教育会であったことが分かります。次にお願いします。では台展創設の目的は何だろうか。これについて台湾美術展覧会開催の意義と趣旨を通して論述します。当時の状況を伝えるものとして、東方美術に掲載された台湾美術展覧開催の意義という一文があります。ここにその一部を抜粋して紹介します。赤色部分を見てください。ここにおいて民官民有識者の間に島民に対する美術趣味の養成と国民的上層投野に新鮮がため、毎年1回ずつ定期の美術展覧会を開催しようではないかという気が持ち上がり、具体的に登記され始めたのが大正の末期であった。次お願いします。また、当時の台湾総督府文教局長の石黒は台展開催の趣旨について以下のように述べています。赤色部分を見てください。台湾教育会はこの社会的要求に応じ、この事業の人の位置として今年度より毎年1回美術展覧会開いて、本土大中の作家の作品を一堂に集めて、作家総合鑑賞の機会を作り、合わせてこれを公開して一般民衆の芸術趣味の寛容を図り、本土社会の進歩発達に貢献することを企てるの
である。次にお願いします。このように大展の創設の目的は一般民衆に対する美術趣味の普及及び台湾在住の画家に総合鑑賞の機会を与えることでした。しかし研究者の次お願いします。はい、しかし研究者の楊さん、李さん、夏さんが述べているように、大展の創設は宗主国日本の国家意識の影響を受けています。総督府も大展開催の意義の中で次のように述べています。台湾美術展覧会は、台湾美術展覧会は島民に和やかな情緒を持たしめるのはもちろん、近似島民に呼ばれる様になった公民化運動の一助としても忘れることもできない 人役を釣らせているのである。研究者の楊さん、李さん、夏さんが述べているように、確かに投下政策という一面がありましたが、政府の政策は必ずしもそのまま草の根レベルの民衆の活動につながるわけではない。私の博士論文の中で論述したように、日本人画家や日本人美術教師の意識、台湾人画家の中の自らのアイデンティティと創作意識など、政府の意図を超えた様々な要素が関連しているのです。次に大展の位置付けと性質を通して、新美術運動において大展が果たした役割を検討します。上記のように、大展は台湾美術教育会が主催したが、その理由は何だろうか。中村は植民地における最も根幹の文教政策、日本教育の先端機関である教育会が美術展覧会の主催とするのとなるのは自然であり、召喚としても断りにかなったことであったと指摘しています。台湾教育会の設立の趣旨は国語、つまり日本語や教育の普及、そして他の教育関連制度を推進することです。大展が開催された後、毎年の台湾南館には美術展覧会の記録を社会教育コースの教育的展覧施設の中に載せました。台湾教育会は教育社会教育コースの中の社会教育団体に属していたのです。次にお願いします。一方、1902年に台湾教育会は台湾各地に分会を設立し始め、地方教育の普及活動を推進しました。大展が開催された後、台湾教育会の各地の分会は毎年地方学校美術展覧会を開いていました。これによって台湾美術展覧会の地方組織は地方の教育を管轄することを業務の範囲としたことが推察できます。では、台湾教育会が主催した大展は先頭の教育展と見て良いのだろうか。大展が教育の傾向を持つことについては、景気追事が台湾時報1936年1月号に発表した再び台湾の合談を語るの中で次のように述べています。教員が出資する教育会より、この大展を話し民間に移すか、関営するかして、
教育会としては直接関係のある教員点、または学校教育点、あるいは通貨教育研究会など、次にお願いします。これを見ると、台湾美術教育、台湾教育会は教育的性質を持つ美術展覧会と直接関係があることがわかります。他日本統治時代台湾人画家である、カクさんもこの展覧会は教育と関係を持つため、台湾教育会が主催したと述べています。したがって、台展は台湾教育会と同じ教育の性質を持つと考えられます。一方、台湾の近代図画教育の進展と石川金一郎や塩月などが教学活動する中、美術を専門とみなすことが始まりました。台展は美術の専門性が認められたこと、競技展覧であること、また第2回台展以降、台湾総督府の専門家と日本の台展や文展で活躍していた日本人画家が審査を担当したことから権威を持っていました。画家は一種の職業とみなされたのです。台展の教育的性質と美術の専門性、日本画壇と台湾総督府の支持などの要素は台展の成功の要因とみなすことができるのではないだろうか。次にお願いします。日本統治時代、台展が台美術発展に対して影響力と権威を持っていたことが間接点とされた理由ではないと考えられます。例えば、研究者の方さんは1935年以降の台展の観点の性質は台湾型の関係者と台展開催を準備した重要な人物である塩月に否定されたと指摘います。つまり、台展の影響力と権威は成立された1927年から1935年までの間に台展が作った美術という概念と美術の環境から生じたのです。このような関連と環境の下で台湾人画家の社会的地位は確立されました。そして初期のほとんど台湾人画家はこの環境で成長しました。次にお願いします。新美術運動の中で、総督府が台湾で実施した新美術教育と、1927年に台湾教育会が開催した台展は、台湾方に新たな気分をもらしました。そして、日本学団と台湾総督府の指示の下で、教育的性質と美術の専門性を有する台展は、政策としては日本政府の文化統治の一つの手段、植民教育の成果を占有するための最も重要な政策の一つである一方で、画家たちにとっては新美術運動における一般民衆の美術趣味の普及及び台湾人画家に総合鑑賞の機会を与える作品の展示の場、すなわち舞台の役割を果たしていました。はい、以上です。ありがとうございます。王さん、どうも詳しいご説明ありがとうございました。台湾の状況について、ご説明をいただきました。教育に関しましては名前も出てきましたけれど、石川金一郎だとか塩月東歩などの影響がすごく大きかったと。でこれについてはこれらの画家については日本側でも研究が進んでおりますけれども、
現地で の学生、お弟子さんの育成ですね、これについてというのは、これ、かなり重要な問題だと思います。それから教育のほかに、実は特に台湾の場合ですと、一つは第一の教育機関との関係ということも、これ、考えていく必要があると思います。それを言うのは、画壇という言葉が出ましたけども、マーケットとしてどこまで成長していたのかっていうのは、これもかなり重要な要素。で、これは韓半島、朝鮮の場合とも比較が必要になっているところだと思います。それから特に20年代、30年代になりますと、特に台湾においては、西洋の美術の情報というのもみんな日本語経由で入ってくるわけですね。で、これの影響というのはかなり大きな部分があって、この研究も大切なところだと思います。で、王さんの博士論文、PhD thesis ですけど、刊行されることを楽しみにしています。まあ、中国語、日本語両方必要かもしれません。どうもありがとうございました。それではちょっと急ぎますけれども、3人目のご発表の方に移りたいと思います。江川義秀さん、現在徳島県立近代美術館にお勤めでいらっしゃいます。私もいろいろたくさん江川さんから教えていただいております。徳島の県立美術館の開設の時から、1988年からも関わっていらっしゃる方で、日洋と東アジアの文化交流、これを日本近代美術の中で扱っていらっしゃいます。全部はとてもここで説明できませんけど、パリで活躍をした薩摩次郎八ですね、これについての展覧会もありました。で、パリ象形というので、エコール・ド・パリと日本との関係について、さらには満州のことについては、もうこれ今、第一人者でいらっしゃいます。はい、それでは江川さん、早速よろしくお願いいたします。はい、ご紹介に預かりました江川でございます。私からは、満州国美術展覧会についてご報告をさせていただきます。ご承知の通り、満州国美術展覧会、以下満州国展と呼ばせていただきますけれども、満州国展は日本の傀儡国家、旧満州国が戦前の長春で開いた展覧会です。旧満州国と、旧満州国に隣接しておりました日本の租借地、旧関東州から作品を募り、1938年から日本の敗戦により、満州国が瓦解する1945年まで、都合8回展覧会を開いております。このご報告では8回の満州国展の歴史、特に日本の植民地政策や文化政策の影響を受けて展覧会がどう変わっていったかということを考えたいと思います。ただしあらかじめお断りしておくことがあります。先ほど梶谷先生もおっしゃいましたけれども、用語の問題です。スライドお願いできます。当時中国東北部にありました傀儡政権を日本は満州国と呼んでおりました。そして、長春を満州国の首都とし、新疆と改めておりました。満州国、あるいは新疆という呼び方に正当性がないことはもう言うまでもありません。しかし、これからお話をしていく上で、いちいち、注釈を付け加えておりますと、本当に今、キリがないというか、ちょっと途方もない作業になってしまいます。そこで、ここでは注釈抜きで満州国、あるいは新疆、あるいは満州国の建国、こういう言い方をさせていただくことを、この場限りでお許しいただきたいと思います。次のスライド。これは念のための位置関係の確認です。リャオトン半島に旧関東州と書きました。日本の租借地です。で、旧関東州と書いた上に細い赤い線が横にあると思うんですけれども、そこから上、北側が、満州国です。
で、大連から期待述べている満鉄の線路沿いに沿って大連、奉天、長春、当時日本人が新京と呼んでいた町で、ハルビン、こういう大都会があった。こういう位置関係です。で、その上でなんですけれども、満州国の歴史です。本題ですけれども、本題に入る前に、満州国展の前身とも言うべき展覧会、いくつかあったんですけれども、その中である程度、概略が分かっている展覧会、2つご紹介いたします。1つ目は、満州国が建国された翌年、1933年10月に新京で開かれた満州美術同時院展覧会です。これはその展覧会場の写真なんですけれども、こちらは満州美術同時院展の、開く前に、準備会合があったんですけれども、その結果を記録した文章です。で、これを読みますと、満州国の日本人官僚が、準備会合のさらに前から根回しに動いていた。日本人官僚たちが一生懸命根回しをして準備に取り掛かった、そういうことが分かります。言い換えれば、新京で国家規模の展覧会を開くこと、これは建国直後の満州国がいち早く取り掛かった事業の一つだった、そういうことが言えると思います。もっとも、この展覧会は1回で立ち消えております。関東州、満州国の各地に住む日本人作家の協力がほとんど得られなかったのです。いきさつは長くなるので、省略させていただきますけれども、作家たちは満州美術同時院展に対抗して、大連で大連美術展、という展覧会を開いております。この大連美術展には満州国側からも出品者が集まり、盛況のうちに終わっております。満州国の建国当時、作家が一番多く住んでいて、美術活動が盛んだった場所、それは大連だったわけです。次お願いします。もう一つの前身となった展覧会、これは1937年の抗日戦勝記念美術展覧会です。この展覧会は、翌年から始まった満州国展の下地となった展覧会で、まっすぐ満州国展の歴史につながっております。で、抗日戦勝というのは本当聞き慣れない言葉なんですけれども、皇帝溥儀が1935年に日本を訪問し、帰国後、回覧訓民詔書という詔の礼を発したことを意味しております。その一部、今見ていただいてますけれども、溥儀はこの詔の礼で、朕日本天皇陛下と、精神一体のごとし、友好日本ですけれども、日本と徳を一にし、心を一にし、というふうに述べております。満州国と日本の在り方を国民に告げた詔の礼です。中国東北部に住む日本人たちにとっては、自分たちがその地にいることの正当性を裏付けてくれた詔の礼であり、特に意義深いものであったと考えられます。で、この詔の礼が出た2年後になって、満州国は詔の礼が発せられた5月2日を抗日戦勝記念日とし、国を挙げてさまざまな記念行事を行っています。当時の新聞ですけれども、抗日戦勝記念展も、その記念行事の一つと位置づけられておりました。子どもたちの武道大会であるとか弁論大会、いろんなき、あと、記念塔の地鎮祭、いろんな記念行事があったみたいです。で、この抗日戦勝記念美術展覧会、開催までにはいろいろ不協和音もあったみたいなんですけれども、結果として関東州、満州国全域の日本人作家が参加し、中国人作家や数は少ないもののロシア人作家も出品しております。満州国はこの展覧会で初めて満州国と関東州を統合し、さらに諸民族も統合した展覧会を新京で実現した、そういうことが言えると思います。展覧会が成功した最大の理由ですけれども、抗日戦勝という、
現地の日本人たちにとって異議を差し挟む余地がない大義名分を持ち出したこと、これが第一だろうと考えられます。しかしそれだけでなく、展覧会を開くにあたって、各地の方たちから5000で代表を選ばせ、その代表に展覧会の運営だけでなく作品の監査にも関わらせております。で、出品者には作品の輸送料に補助金も出しております。展覧会当局、とか満州国、出品を勧誘するためにありとあらゆる手段を用意していたわけです。ではなぜここまでして満州国は新疆で国家規模の展覧会を開こうとしたのか、開く必要があったのか。理由の一つは、建前としては独立国である満州国にとって、さっきの大連美術展でも見ましたように、首都の新疆ではなく、関東市の大連が美術の中心地の様相を呈していること。これがいかにも満州国にとっては不都合なことだった。そういうことが考えられます。しかし、それだけではないはずです。首都で開催する美術展とは、満州国が近代的な文化国家であるという、そういう対面を整えるために必要なものであったのではないか、そういうことが考えられると思います。この近代的な文化国家という対面、これは満州国の背後にいた日本政府にとっても、必要なことでした。これは展覧会の相談役、実質的な審査員ですけれども、として、新疆に渡った藤島武次、安井宗太郎、松林慶月の交通費、滞在費を日本の外務省が支出した際の決裁文書です。後の満州国展でも、日本から新疆へ行く、相談役の旅費は日本政府が支出しております。日本政府にとっては、満州国の首都で開かれる美術展とは、平和的、文化的な植民地統治を演出するために必要な、道具というか、ものでなかったかと考えられます。で、ちなみに、日本の植民地下にあった東アジア諸国を見渡しますと、美術展があったのは満州国だけではありません。朝鮮半島、台湾は、今でもありませんけれども、北京では1939年から講和美術展が、1940年からは、モンゴル連合自治政府でも、蒙古美術展が始まっております。こうして見ると、美術展とは、満州国に限らず、日本の植民地政策にとって、基本的な政策の一つだった、そういうことが言えるのではないかと考えます。前置き長くなりましたけれども、本題の、8回の満州国展の歴史に入ります。冒頭でも申しました通り、8回の間に、日本の植民地政策や文化政策の変化を受けて、大きく展覧会の性格を変えております。便宜的に3つの時期に、分けてお話をします。まず第1回から第3回までです。この時期に起こった特徴的な出来事を一つだけご紹介いたしますと、一回展では、前年の訪日戦勝記念美術展覧会に比べて、訪展からの出品者が激減するという騒ぎがありました。出品が減ったのは、訪日戦勝記念美術展覧会にあった地方美術代表の制度が廃止されたことが、直接のきっかけとなっております。訪展の作家たちが作っていた南満美術協会、この南満美術協会は自分たちも展覧会に関わることを求めて、地方美術代表制度の復活を要求し、それが拒否されると、不出品を、決めております。この法典という町、大連と同様、古くから日本人作家の活動があった町で、関東州の大連はさておき、満州国内では最も日本人作家の活動が盛んだった場所です。そのため、展覧会当局は、対応に苦慮し、2回展で、美術委員と名前を変えて、地方美術代表の制度を復活させております。さらに3回展では、新疆で満州国展を開催した後、
奉天にも、巡回させる、そういうことをやっております。まあ、一つだけの例をご紹介しましたけれども、1回転から3回転までの間は、さまざまな圧力が表面化しております。この時期の満州国展、一言で言えば、各地の作家を取り込むことに、まあ、追われた時期であったと言えると思います。なお、満州国展が、求められていたもの、それは満州国の地域の統合だけではありません。満州国、五族共和、日本人、朝鮮人、満州族、蒙古族、漢族の共和ですけれども、五族共和を理念に掲げておりました。それで、各地の日本人作家を取り組むだけでなく、諸民族の平和的な共存を、まあ、展覧会で演出する必要がありました。スライドお願いします。それが一番よく表れているのが、2回転の、特選受賞者の数です。2回転だけ色を変えておきましたけれども、2回転ではご覧の通り、各部門とも、日本人と中国人が2人ずつ選ばれております。見事な均等配分なんですけれども、さすがにこれに対しては疑問の声が噴出しております。はい、まあ、それに対して、まあ、新聞の取材に答えてですけれども、展覧会当局者は、満州国の国情よりして、日本人側の作品のみにより開催することは不可能だ。当然彼らにハンディキャップを認めてやらねばならないと答えております。で、2回転の相談役として日本から招かれた野田久保、この人も、帰国後、中国人作家を優遇するようにという当局の内意があった。それで入選作を20点ばかり追加した。そういうことを証言しております。つまり、1回転から3回転までの時期、満州国展というのは、展覧会を社会に定着させるために、各地の作家を取り込むこと、そして、各民族の友好的な共存を演出すること、この2つに追われた時期だったと言っていいと思います。はい、次に、4回転から7回転までの時期です。この時期の日本と満州国の社会を見渡しますと、日本では4回転の前年、1940年の年末に内閣情報局が発足しております。文化の統制を担った部署ですけれども、ここは本格的に動き始めた。で、日中戦争がまあ泥沼化し、1年後には日米開戦も迫っております。日本政府、戦時体制の整備に急いでいた時期であります。そういった日本の動きに連動いたしまして、満州国政府でも組織改革が行われております。それまでいろんな部署に散らばっていた文化統制の業務を、総務庁広報省という部署に集約し、統制の強化を図っております。次お願いできますか。そして、新たに発足した、総務庁広報省は、年が明けた1941年3月、芸文指導要項という文章を発表しております。満州国の芸術文化のあるべき姿と育成方針を明文化したものです。一部を抜粋してありますけれども、読みますと、我が国芸文、つまり満州国の芸術文化、は、発行一中、戦争中、日本がアジア侵略を正当化するために用いたスローガンですけれども、発行一中精神の美的権限である。日本の芸術文化を縦糸、諸民族の芸術文化を横糸とし、織り上げられたものが満州国の芸術文化だとしております。ここから読み取れるのは、建国の理念、五族共和ではなく、日本優位、あるいは日本中心主義とも言うべき思想です。4回転以降の満州国展、この芸文指導要項のもと、様々な改革が行われております。いくつかご紹介しますと、美術委員、美術代表の名前が変わったものですけれども、美術委員制度は4回転を最後に廃止されております。作家たちの思惑を排除し、国家の意向を直接展覧会に反映させるためだったと考えられます。5回転からは、工芸部門にポスター等のデザインも受け入れております。スライドお願いします。はい、
展覧会場には、工業の増産や繊維高揚を、訴えかけるポスターが並ぶことになりました。他にも細々とした変更点があるんですけれども、展覧会には、日本優位、日本中心主義という姿勢がはっきりと現れてきております。例えば、展覧会の第4部主張ですけれども、それまで中国風に宝商部門と呼ばれておりましたけれども、5回展からは日本風の呼び方書道部門に改められております。次お願いします。特選、大臣賞の民族別の受賞者数にも変化が現れております。3回展までは数の多い少ないはあっても、どの部門にも必ず、中国人と日本人が選ばれておりました。しかし4回転以降は書道部門を除き、中国人の数が激減しております。当時の、日本と満州国の関係を振り返ってみますと、戦局の悪化につれて、満州国には日本の対ソ防衛戦としての、対ソ連防衛戦としての役割が強く期待されるようになっておりました。で、それと表裏一体ですけれども、日本優位、日本の指導性ということが、声高に語られるようになっておりました。満州国展の変化とは、こういった社会情勢を、反映した変化だったと言えると思います。はい、スライドで、では、最後の、8回展ですけれども、この8回展に関しましては、資料が絶望的なほど残っておりません。展覧会場の設営まで終わっていたんですけれども、その日にソ連軍の侵攻があり、一般公開を迎えないままに閉幕し終わっております。そのため、目録あるいは展覧会場の写真、新聞記事など手がかりとなる資料が一切残っていないのです。そこで分かっていることだけお話をさせていただきますと、八回展は前年、1944年11月に出た決戦芸文指導要項の下で実施されております。決戦芸文指導要項とは、芸文指導要項をさらに推し進めたもので、私ですね、私的な美術グループの活動停止、あるいは美術の戦力化といったことが定められております。この決戦芸文指導要項の下で開かれた八回展は、戦時特別満州国美術展覧会と名前を変え、作品の公募を停止し、文教部大臣が指名した作家の作品、それだけで実施されております。作家を指名して行ったため、特選と第一印象の受賞は廃止されております。これ、日本の文部省美術展覧会との対比なんですけれども、日本でも前年秋に開かれた文部省美術展覧会が、文部省戦時特別美術展と名前を変え、作家を指名して実施しておりますけれども、満州国でもそれと足並みを揃えた措置が行われて、いたわけです。八回展について分かっていることは、本当わずかなんですけれども、これで全てです。はい、以上、本当かいつまんでですけれども、満州国美術展覧会の歴史、それも制度的な部分だけですけれども、お話をさせていただきました。繰り返しになりますけれども、こうしてみると満州国展とは、日本政府の植民地政府の一環として誕生し、日本の文化政策、植民地政策の変化と正確に連動して変わっていった展覧会であった、そういうことが言えるのでないかと考えております。以上で、終わります。ありがとうございました。はい、江川さん、どうもありがとうございました。満州国、非満州国ですけれども、そこでの、展覧会の、象徴ということについての、オーバービューをいただきました。
で、これもたくさんの問題を含んでいますけど、一つあれですね、新疆で、展覧会を開くということになりましたけども、この新疆というのはもう本当に大慌てで作った新しい都です。満鉄 の記録映画の中で、一番有名なものの一つにこの新疆の建設の様子を、モダニスト の手法で描いた実写の作品がありますけれども、それを見ても工事中という、状況はすごくよくわかる。でそれに対して大連、大連ですね、これはもうそれよりも早く前から、日本人もたくさん の入植者がいて、この都市は東京内地とも張り合うような、そういう勢いを持っていました。でその新疆と大連の間で、優先権争いのようなものが起こっていたということが一つ。それから二つ目に工芸のことも出てまいりまして、これがどうして重要なのか、これも台湾地区、それから、韓半島の場合とも比較をする必要があると思いますし、もっと言うとベトナムの場合がどうかというようなことにも広がっていきます。で3つ目は書のことが出てきました。書をキャリグラフィーと言っていいかどうか難しいところですが、これは韓国の場合にもありましたけれど、政治家の場合には、要するに贈答品として書は大変重要なわけですね。それから文人である以上書が書けないと困ると。これと美術をどうするかという問題。これは日本国内でも問題でしたけれども、特に、日本が帝国として大陸に広がり始めると、またこれは新たな問題として出てきます。つまり、韓半島や中国、満州の文人たちと付き合う場合に、この書の位置づけをどうするかという、これも大変厄介な問題です。このあたりの問題にもまた後ほどに戻ってきたいと思いますけれども、ここでは、予定に従いまして、ラワンチャイ君、トシコさんの方から、この3名のご発表に対してのコメントを頂戴したいと思います。はい。アジア美術館のラワンチャイ君です。ラワンチャイ君、トシコさん、これも今さら皆様にご紹介申し上げるまでもないと思います。福岡アジア美術館の学芸員でいらっしゃいますが、このアジア美術館、こういうものはこういう性質の美術館は日本で初めてですけども、これ1999年に開館いたしました。でそれ以前の準備の時代から、アジア美術 の作品収集および展覧会の企画に関わっていらっしゃいます。お仕事もたくさんありまして、例えば南洋というあれですね、アイディアについての展覧会、それからチャイナドリーム、それから台湾 の日本時代における海岸についてという展覧会の企画もあります。で一番大切な展覧会については今から詳しくご説明いただきますので、今日私の方からは省略いたしますが、この福岡のトリエナーレ、これ私も参加させていただいたことがありますけれども、これについても本当にお世話になっております。アジアに広がって活躍をしていらっしゃるキュレーターでございます。それでは早速お願いいたします。はい。稲賀先生、どうもご紹介ありがとうございました。今回ですね、2014年に開催した、東京、ソウル、台北、長春、観点に見る近代美術展について取り上げていただき、大変感謝しております。10年近く前に開催したもので、実は私自身もちょっと忘れていたりすることがあるわけですけども、改めて振り返る機会になりました。で今日は3名の方の発表を聞き、大変緻密な分析をなさっていて、教えていただくことが多かったと思っています。
それに対して私自身はですね、この文化庁アートプラットフォーム事業が、展覧会の実現を最終的な目標とされていますので、そのことを念頭において、若干違った方向、つまり展覧会を行った立場で、また日頃展覧会に関わる立場で、今日のセッションで感じたことや考えたことなどをお話しさせていただきます。次のスライドお願いします。まずなぜこの展覧会を企画したかですが、木田さんもちょっと触れてあったんですが、90年代以降、台湾や韓国でも日本統治期の美術の調査や研究が進み、日本においてもご覧のような展覧会が開催されていました。はい。しかし多くの場合はそれぞれ個別に行われており、全体を俯瞰するような展覧会はほとんどないというのが状況でした。そのため共通の認識を作れるような展覧会を開催することが美術館現場の課題だったわけです。そこで唯一この地域に共通して開催されていたご覧のような展覧会を、展覧会に光を当てまして、同じ土俵の上で等しく並べて、相対的に見ていくという展覧会に仕立てました。ちょっと王さんの発表の中で台湾美術展覧会が1935年までとおっしゃってたんですが、これは36年までではなかったかと思います。はい。次ですね。はい。さて、植民地観点については、今日の発表にもありましたように、日本の文典定典の制度が移植され、審査員も日本画壇の重鎮が派遣されていました。そういう意味で日本の植民地における文化政策と深く関わっておりまして、これについては、今日の皆さんが発表された通りで、現在では共通認識になっていると思います。特にですね、今日はこの点について江川さんが満州国展を3期に分けて、分析されておりまして、日本の社会状況の変化と中国人の入選が減っていくというような調査報告なども交えていらっしゃいました。で、実はですね、この、現地の人の入選が減っていくというのは朝鮮美展とか大展とかとは少し違う動きだったと思います。はい、すみません。次の、はい。しかしですね、いろいろな政府の思惑があるわけですけども、政府の思惑とは別に、現地の作家は観点にメリットも見出しています。例えば、作品発表の貴重な場であったとか、作家としての地位の保障がなされたとか、学習の機会な貴重な場であったとか、あるいは王さん発表されたように、一般民衆にとっては最新の美術を鑑賞する場であったなどなどですね。つまり植民地の観点は、現地の作家たちによって、価値を見出され、独自の近代美術を作り出す舞台として選び取られたというふうに私は考えています。実はそのためにですね、観点に見る近代美術展は文展定点も含めて各観点がそれぞれ独立したものという考えで、企画をしまして、そうした考えからすると、実は今回のこの第5セッションにおいて文典定典の発表がちょっとなかったことは反省でもあり、ちょっと残念な点かなというのが全体の感想として持っております。はい、次お願いします。これが展覧会の概要です。1910年頃から45年まで96作家136点の作品で構成いたしました。で、作品をどうやって選んだかっていう点ですが、まず観点の入選作を最優先にしています。で、それから借用できない場合は同時期の観点出品作に近い主題や表現のものにしています。
ただ、なんと言いますか、借用にあたってはですね、やはり日本統治期の展覧会でしたので、まあ、こういうものには協力できないという所蔵者もいました。そのため、借りることができなくできなかった作品というのは、まあ、多々あったということはちょっと申し添えておきます。そしてこういう問題は今もなくなったわけではないだろうというふうに感じております。はい、次お願いします。これが各会場の展示の様子です。アジア美術館を皮切りに府中市美術館、兵庫県立美術館と巡回しました。で、図録については館展が設立された年代の順番に、構成をしています。まあ、しかし展示については先ほど話しましたように、それぞれ独自の展覧会という見方に立っていましたので、まあ、日本が先生で植民地館展が弟子というような日本ありきの構図を作らないというのが大切かと思いまして、展示では日本のコーナーをあえて後ろの方に持ってくるという構成にしました。はい、まあ、以上が当時、以上がまあ大体の概要とでです。で、このアジア美術館の会場に来られている方は現代美術の方で、まあ、かつ大変お若い方が多くって、ご覧になってない方多いんだろうなと思ったので、まあ、簡単に説明させていただいた次第です。で、次にですね、当時課題に思っていたこと、のその後の展開といいますか、その後について話をします。はい、課題はまあ実はいろいろあります。主なものを3つほど挙げますと、まずやはり大きいのは満州国展だろうというふうに感じています。まあ、そもそも現存作品が見つかっていません。それから、まあ江川さん、今日ちょっと言い損なわれたような気がしましたけど、展覧会図録も8回のうち3回までしか発行されていないという状況です。まあ、ですから現在でも、制度研究が中心となります。で、もしも展覧会を行うとなれば、関連作品の展示とパネルによる掲示というふうにならざるを得ない状況です。で、まあ、今日はですね、中国から王さんが参加されていますので、もしもこの領域について中国で何かこう調査や研究の進展があっているようであれば、後ほどこうコメントといいますか教えていただければ大変嬉しいかなというふうに思っています。で、すいません、ちょっとスライドこのままにしといてください。で、ちょっと、付け加えますと、木田さんが発表の中で今日朝鮮美展の書についてお話をなさいました。で、大展には書はなくって、文展にも なかったんじゃなかったかと思いますので、この書があるっていうのが朝鮮美展の特色っていうふうに私自身理解をしています。ただ書を語る場合って書と四訓詩っていうものが割とセットになっていたように思うので、今日は四訓詩のお話はなかったんですが、ここはどんな感じというか、どういうことだ、まあ、いかがなものかなということで、これもまた後で何か補足というか教えていただければありがたいなと思っています。じゃあスライド次お願いします。それから展覧会の問題です。現在もですね、近代美術の展覧会は韓国や台湾で開かれています。まあ、しかしそれぞれで終わってしまっているというのが状況です。まあ、今後新しく見つかった作品を含めて新しい切り口で国際展が開かれていくというのが、まあ、美術画における課題だろうと思っていますし、まあ、可能であれば国際巡回がなされるっていうのが、まあ、より望ましいだろうと思っています。はい、次お願いします。はい、で、3つ目は少し美術史的な課題です。地方色のことです。これまで長く地方色の議論というのが続いてきました。例えば写真のような
作品はその典型的な例として紹介されてきたものです。で、観点に見る近代美術の展覧会の時も、やはり地方色の濃ゆい作品を選びたくなりました。まあ、その方が朝鮮らしい、台湾らしいという、まあ、分かりやすいからです。まあ、しかし日本人の私たちが地方色の作品を選ぶことはある面で、まあ、当時の日本人の審査員が台湾や朝鮮に行って、そこらしい風物や風景を求める眼差しをなぞってしまうという危険が、まあ、あったと思いますし、まあ、そういうことを感じながら展覧会は行っていました。で、まあ、実際には当時制作された作品は地方色のものばかりではなく、むしろ非地方色の作品が割と多かったというふうにも思います。で、今日3名の方のご発表を聞いてて面白く思ったのは、どなたからも地方色の話は出なかったということです。これは研究の方向が変わってきたことを意味しているのか、まあ、あるいは研究が多様化してきたということではないかというふうに思いました。スライドちょっとこのままにしておいてください。それからさらに、木田さんが日本化を、まあ、どのように評価をしていくかっていうことを加藤松林人の詳しい報告を、交えて述べられていましたけども、これについて台湾では日本化あるいは同化したような作品というのでもいいと思うんですけども、まあ、どのように考えられて現在いるのかなっていうのが疑問としてありましたので、またこれについても教えていただければというふうに思います。次お願いします。はい、ですね、それからさて、今日のご発表は、まあ、非常に詳細で専門的な分析がなされたご発表だったんですが、実は個人的に一番印象深かったのはですね、なぜか3人の方、相談されたように文字と白黒の写真ばかりのスライドでして、それがちょっと面白いというか驚いたというところなんです。で、私は美術館の方にいまして、常に美術の展覧会のことを考えたりすると、やっぱり作品を一生懸命探すんですよね。常設展にしても作品のことを考えます。まあ、作品がないと成り立たないようなところもありますので、なんかこうあまり作品が出てこなかったのが少し残念だったんです。ちょっと白黒イメージだけでは寂しいなと思いました。で、特にこの今アジア美術館の会場にいらっしゃる方って、現代美術の方とか現代のアーティストさんもいらっしゃるかもしれないんで、補足しておきますと、韓国にも台湾にもこういう近代美術のちゃんとこう色彩豊かな優れた作品が結構残っていますので、どうぞご安心くださいということです。で、最後になりますけども、若干ですけど、私が持っている情報として最近出てきた作品などを、まあ、紹介しておきたいというふうに思います。次お願いします。はい、これはですね、満州国展に関する大久保はじめの版画です。まあ、出品作そのものかどうかはちょっとやっぱりわからないところはあるんですけど、版は明らかに同じです。で、今のところ満州国展に直接関連する作品、まあ、作品としては唯一の現存するものになります。で、観点に見る近代美術展を開催中にこれ分かったので、最後の会場となった兵庫県立美術館さんだけには少し展示しましたが、図録に含むことはできませんでした。でも非常に貴重な発見でした。次お願いします。で、なんかモノクロばっかりと言いながら、私もモノクロ使っててすみませんって感じです。ですね、まだちょっとこれ福岡県の直方市にあるので近いんですけども、直方第三中学校にある劉英夫の作品です。
劉英夫は父親が日本に帰化した画家で、満州政府と関係があったようで、日本の中に、まあ、比較的作品が残ってるみたいで、ちょこポロポロポロと出てきます。で、実は当館にも2点所蔵しています。ただし、この劉英夫はまあ、ちょっと、まあ、スパイだったっていうような噂も聞くんですけど、戦後はもう全く行方不明になって、現在では知られざる画家になっています。まあ、これまた余談ですけど、この直方第三中学校の前身は日満学校という、まあ、満州に技術者を送る訓練校なんですね。で、しかもそこの設計が前川邦夫による、満州風の建築であったという、まあ、いろいろ面白いところです。で、その隣の右は矢崎千代次が大連から大連から文邸に送ったものです。まあ、ただし大連を変えたんではなくって、新居、現在の長春ですね。そこに作られたばかりの建国中霊廟、まあ、いわば満州版靖国神社なんですけども、そこに虹のかかった風景という風景画を描いています。第4回文部省美術展覧会に出ています。次お願いします。はい。これはですね、誰もが知っている赤羽末吉の数歩の白い馬です。赤羽は満州国展で役員なども務めた日本画家でして、絵本には、まあ、満州時代のスケッチが、まあ、随分生かされているんですが、特にこの場面は赤羽と親交があった斎藤栄一の、まあ、上の方の作品ですね。これは満州国展で特選を取ったものなんですが、それとの関連が指摘できます。ちなみに赤羽末吉の満州時代のスケッチとか自ら撮った写真というのは現存しています。まあ、このようにですね、意外なところに満州国展の広がりが見られる例として挙げました。まあ、もしかすると、こういうところに新たな展覧会や研究のヒントが、まあ、ちょっと転がっているのかもしれません。次お願いします。ここからちょっと韓国の作品を1点。これは韓国のキムギちゃんの作品で、朝鮮美展の入選作です。まあ、実は関西の個人が持っていたので、随分探したんですけども、探しきれなくって、結局5年ほど前にオークションに出て、現在は韓国の国立現代美術館が所蔵しています。次お願いします。で、これは台湾の作品です。左はですね、高度水の、まあ、彫刻家ですね、高度水の定点入選作です。まあ、近年、所蔵者が航海にやっと踏み切りまして、現在本格的な調査がなされているものです。で、右上の方は大展創設に関わった王さんの発表の中でも出てきた塩月東歩という方ですね。その方の第1回大展の入選作です。2年ほど前に発見されて、まあ、塩月の大展出品作としては現存する唯一のものになろうかと思います。で、右下はこれも王さん話されてたんですが、台湾総督だった神山光之進が総督を退任するときに贈られた作品で、画家は台湾近代洋画家の陳長派になります。6年ほど前に神山光之進の出身である府中市の図書館で見つかっています。はい、最後のスライドです。まあ、これ昨年開催された台湾近代美術の展覧会で、まあ、先ほどお見せしたような絵画とかですね、最近発見された作品を掘り起こして展示した貴重な展覧会でした。
で、ぜひ見に行きたかった展覧会だったんですが、コロナで見に行くことができませんでした。で、今日はですね、台湾在住の、日本人の方ですけど、研究者の方もオンラインで参加されていると伺っていますので、ぜひですね、ディスカッションの、この後にですね、最近発見された作品であるとか、こういう展覧会について補足説明していただけると大変良い情報交換になるんじゃないかというふうに思っています。はい、以上まとまりのない話になりましたが、若干のこう新しい情報提供ということでお話を終了させていただきます。どうもありがとうございました。はい、ラワンジャイ君さん、どうもありがとうございました。豊かなご経験と現場での調査に基づいたご発表だったと思います。それから3人の、ご発表に対するいくつかのコメント、問題提起もしていただきました。はい、そうしますと、予定よりもちょっと遅れておりますけれども、ここで少しお休みをいただいてという具合に思います。何分にしようかな。50分からの再開でいかがでしょうか。6時50分からの再開。6時55分ぐらいに、お戻りいただければと思います。それで、その前にちょっとだけご説明しておきますけれども、3名の方およびラワンジャイ君さんの方から直接のやり取りで、補いたいことがあれば、それを最初にしたいと思います。はい、ありがとうございました。はい、第2ラウンドをくるりと回すというところまで持っていかないということです。で、時間が限られておりますので、会場の方およびオンラインの、でご参加の方からできるだけ多くのご意見をいただきたいと思います。はい、こちらでいただいているご出席の名簿を見ますと、この分野の研究で随分大きな業績を上げていらっしゃる主導的な研究者の方、それから若手の方で今研究を進めていらっしゃる方も随分たくさんご参加いただいております。というわけで、できるだけそういう方々からのご意見、ご質問を受けたいと思いますので、よろしくお願いいたします。Q&A の方で出しておいていただくということで、先ほどご説明があったと思います。で、全員の方からちょっと拾えなかったら誠に申し訳ないんですけれども、我々の方でできるだけそのご意見を作って後半に行きたいと思います。はい、それでは5分ほどブレイクをいただきまして、7時5分前から再開したいと思います。ご登壇者の皆様ありがとうございました。それではディスカッションは、午後6時55分から再開とさせていただきます。6時55分まで休憩とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。それでは稲賀先生、どうぞよろしくお願いいたします。はい、どうもアジア美術館の様子見てますと、すいません、なんかせかしてしまう。いや、交換してらっしゃるので、こちら物理的に出席できなくて大変残念に思っております。あと30分ほどですけれども、それではディスカッションに入りたいと思います。さっきも申しましたけれども、Q&A を2つほどいただいていて、これできれば、梶谷さんの方にも見ていただきたいと思うんですが、そうか。で、梶谷健二さんは、Q&A に書けないので、そうか、別のところに書いてらっしゃるので、発言必要なところでしていただければよろしく、お願いいたします。はい、私の方からのコメントはもうすごく短くいたしたいと思います。
今回は観点というか、オフィシャルなサロンが、3つの地域でどのようにして行われたかということに焦点を合わせました。でこれだけでも大変充実した発表をいただきましたけれども、もちろんその背景には、さらに大きな文化的な事象というのが広がっています。一つだけ指摘しておきたいんですけど、例えば1919年という年がありました。でこれは中国では五四運動というあれですね、日本のに対する学生を中心として反対運動が大変盛り上がったところです。でところがこれは全然独立孤立したことではない。韓半島では三一独立運動というのがありますが、これ同じ年ですね。それからさらにインドに目を広げますと、これはガンディなんていう映画でご覧になった方もあると思います。アムリトサルで の虐殺事件というのが同じ年に起こっている。これ1919年というのは、要するに第一次世界大戦が終わって、でベルサイユ体制が組み込まれる。でそこで日本の国際的な地位が上昇するわけですが、でそれと同時の時に、実はアジアの各地で、植民地支配に対する、反旗が翻されたということがあるわけです。で大変皮肉なことなんですけども、アジアは一つ、アジアイズワン、これは岡倉覚造天心の言葉として知られていて、その後は悪名高くなります。だけどこれは実は1902年に、岡倉がインドで発言した時には、これはアジアの連帯ソリダリティというものを求めての表現だったんですね。で皮肉と言いましたのは、それが実現したのは実は第一次世界大戦が終わったこの1919年で、それも植民地主義に対抗するということで、その意識でアジア各地で、民主の声が上がったという、そういう状況です。で一つだけ例を挙げますと、グルチャラン・シンという人がこれいます。これはインドの、陶芸をやっていた人ですが、柳宗悦とも親しくて、日本に来て陶芸の勉強をしています。で実は彼は、シンという名前からお分かりの通りで、シーク教徒ですけれども、でその人は韓国で 3.1 独立運動が起こるというと、これに大変同情するわけですね。それで柳が解説する、朝鮮、民衆 の芸術館、美術館というのを作りますけれども、朝鮮民族美術館、民族ということがあるんですか。はい。はい。ロックアウトミュージアムで結構だと思います。で、ここに大きな投資をする、お金を寄付する。つまり、ここで実はアジアの間での連帯が生まれているってことです。で、展覧会におきましても、だからこのアジア各地での、この時代以降について、こういう横のつながりというのを見ていく。と面白いのではないかと思います。それでこれは今回 のシンポジウムの枠を出てしまいますけれども、例えば現代のことになりますと、1980年代というと、これがバングラデシュから大量に日本に留学生が来ていて、その中には美術を学んでいる方も多いわけですね。で今彼らはもう60歳、70歳になって大御所になっていらっしゃいます。でだけど彼らは聞いてみますと、イギリスの支配を脱して現代美術に目を開かれたのは、実は日本留学がそのきっかけになっていたということ。とりわけインスタレーションという言葉が今流行ってますけども、これは彼らはどうも日本に来て学んだっていうんですね。で
東京の駒場には留学生会館ってあります。でここ例えば三島由紀夫 の、 テトラルジーですね。あそこでシャムの王族の女性が実はあそこにいたという、そういう仕組みになってますけども、あそこに泊まっていた留学生たちが実はアジア各地で今は活躍していて、でその、次の世代の学生さんたちが今現場で、活躍をしている。でシンガポールなどでは、こういうアジアの、芸術家たちを横につないだ企画というのも随分進んでいるわけですね。でこれは福岡アジア美術館で活躍していらっしゃるキュレーターの方たちも、多くこういうところに加わっていらっしゃる。そういう現場も含めて、今一度歴史をもう一度見回してみたいという気がします。はい、長話をいたしました。グローバルアートヒストリーということが言われてますけど、グローバルという視野を得ることでもう一度なんていうか社会的なディスコースで、全てをこう単一にこうまとめてしまおうとしているという傾向も見られます。しかしアジアというのは一つというのはむしろそういう単一の支配に対する抵抗としての一つの声だったということも思い出していいかもしれません。はい、そうしますと簡単に順番にとまいりますけれども、今日の際お話をいただきました。まず木田さんの方から何か補いたいことということがありましたらいただきたいと思います。それから木田さんに対するご質問がありましたらクエスチョンの方に入れていただければと思います。先ほどラワンジャイプンさんの方から、仕組み史はどうなってるんですかっていう話がありました。で、まずその書と仕組み史っていうものがどういうふうに扱われてきたのかというと、第1回転と第2回転は仕組み史はなくて書が書だけが出品されていたのが途中で仕組み史が混じってできたというふうに記憶しています。で、そもそもが、その仕組み史というのは書の筆法を使ったものでして、で文脈としては、近代的な美術とか絵画っていうようなものではないっていうことで、結局その韓国でその処分の廃止っていうのがやはり大きなトピックにはなるんですけれども、仕組み史の廃止っていうふうにはあまり言わないんですね。で実際に仕組み史は11回転では東洋画部に含まれることになります。聞こえてますか？大丈夫ですかね、音で。そういうことで第10回転前後でその若い世代が日本で美術を学んできて、でこれは美術でこれは美術じゃないみたいな、そういったこう思いが、処分を廃止する方向に持っていったというふうに、考えられるかなというふうに思います。ですので11回転は東洋画部の中に仕組み史入ってきています。でも元々のその文人の意識からすると書は仕組み史とセットだろうっていうようなところがあるっていうことですよね。でそうですね。でその書部の廃止について今回一番先に取り上げたのはその書画をどう扱うのかっていうことでやっぱり考える必要がある。でその中でその、朝鮮の近代書芸の研究されているキム・キブンさんが今回その加藤 の、 その記録の中にあったようなことを新聞の記事などを丹念に掘り起こして、で総督府の意向で処分がなくなったのではないっ
ていうことと、でその書に対する概念が変わってきたんだっていうことで、まあ、分析をされておられるんですね。で今日の発表はそれに対する一つのアンサーというか、あの実際に、当事者がこのように言ってるよっていう、資料提示の意味合いがすごく強いかなと思います。はい。で、もう一つ、当事者の資料を扱うことについてということで Q&A でご質問をいただいてるんですけれども、で、本当に欲張りすぎてスライドいっぱい作ってしまったものですから言及ができなかったんですけれども、この加藤のその記録の中で、なぜその処分のことと、まあ、新聞記者 あるいは人的ネットワークのことを扱ったのかというと、それ以前に積み上がってきた、議論が根底にありまして、でもちろんその、加藤の立場というものも絶対説明しないといけないというのがご指摘の通り でやはり備考の卒業生でないっていうところで非常に疎外感を感じてたみたいなんですね。で特に定点に入選してしまったものですから片山担とかもなんか非常に微妙な関係になっちゃったっていうのことを言ってまして、で、まあ、そういった中で、まあ、個人的になんかあの人はやりにくいこの人はやりにくいみたいなことが書かれてあるわけです。でですのでそういったものも全部勘案しないといけないんですけれども、で今日一番言いたかったのは、最近の経常日報の記事を元にした研究がだいぶ進んできたんですね。データベース化も進んでまいりまして、でそういう経常日報の記事に多田喜三の署名記事がたくさんある中 でやっぱり重要人物であることは間違いないっていうことで、よしにつけ悪しきにつけ、まあ、彼がなぜそういう活動が可能だったのかっていうことも含めて、考えていかないといけない。で作品を評価するときにやはり展覧館に入選するというのが大きな要件にはなるとは思うんですけれども、でその後ろにもいろいろな思惑があったりとかっていうのがやはり、その加藤の、記録だけではなくいろいろな資料で考えさせられることがあるわけなんですね。なのでちょっと私が20分で欲張りすぎたかなというところはあるとは思うんですけれども、まあ、既存の研究と結びつける形で、大事そうなトピックを選んだということになります。ご質問のお答えになったかどうかは分からないんですけれども以上です。皆さんご発表ありがとうございました。またラマンチャイクの西永さんどうもコメントもありがとうございます。まあ、私はこの時代の美術の専門家ではないのでまた、あ、派生なことを申し上げてしまうかもしれませんがご了承ください。私はもともとアメリカ美術の研究者として出発しまして、でまあその一般に帝国主義的と言われるようなその支配的な言説が、まあ、実際さまざまなその誤作動を起こしたり不具合を起こしたりして、必ずしもその帝国主義的な意図の通りに受容されてなかったということを、まあ、研究してきたんですね。で、まあ、その意味でこうしたその、まあ、観点、まあ、これもちろんまあ、それぞれ独立しているとはいえ、まあ、やはりそのまあ、日本 その文化政策と連動した形で開かれているものが、まあ、どのようにそれぞれの地域の中でその、まあ、多様なその動きをまあ引き起こしているのかということに、まあ、個人的には興味を持っていました。でその意味でその木田さんが発表されたそのこの加藤小林人ですね、まあ、先ほどあったようにその東京美工の卒業生でないのにそのどうしてここまで34になるまで活動ができたのかっていうことに、まあ、興味を持ちました。これやっぱりその定点に入選したということが大きいんでしょうか、それとももう少しその実はその東京美工の卒業生以外もさまざまな動きがあったということなんでしょうか、ちょっとそのあたりを伺ってもよろしいでしょうか。ありがとうございます。実は加藤小林人と多田喜三と、山田真一ほぼ同世代なんですね。 1,2 年違いぐらい で山田真一もその、まあ、多田喜三もその政財界のバックがあったっていうようなことを言及したんですが、実は加藤小林人も、まあ、本当に19歳ぐらいで朝鮮に渡ってますけど、20歳前後でももはや
まあ、朝鮮の、まあ、日本人向けの雑誌に寄稿してたりとか、まあ、華々しく活動してるんですね。で、あの彼も背景にあの、まあ、新聞社に属する人たちやあの政財界の人と、コネクションを持っていたっていうのがあります。なので、まあ、後ろさん の, その清水等にくっついてあちこちに行っていろんなその所得の交換に出会ったりとかもしてますし、で、あの結構あのそういう意味では、まあ、顔も売れてたのかなっていうふうには思います。で、金剛山についてのその案内書も発行してたりとかするんですけれども、でそのパトロンになった人があの、まあ、新達馬という人で、まあ、今の明洞にある、明洞あたりにある、まあ、その繁華街にある、大きな食料品店 の, その社長さんがパトロンになってくれたりとかしています。なのであの加藤自身もあのやはりそういったコネクションの中で、まあ、こう普通では日本の中では考えられないような活躍ができたのかなというふうに思います。であのまた、そうですね、定点で、まあ、入選したということに対して、で植民地に対する配慮だみたいなことも、まあ、あの言われたりもしたみたいなんですけれども、それはあのその朝鮮人の入賞者にあの入選者であるキムノも同じように、まあ、その植民地の美術を活性化させるために、まあ、こう選んだっていうのは、まあ、そういう陰口を叩かれたみたいなことはあの記憶にあります。で、まあ、結局その、本人曰くその定点に入選したっていうことであちらこちらから声がかかるようになったっていうのに言われて書いてあるんですけれども、実際にはそれ以前からあの朝鮮美術展覧会に、まあ、出品する前からいろいろなその、まあ、言論活動をしている人ではあるということです。なのでそういったことも全部勘案して、でその入選っていうもの自体もあのいろんな要因が動いてるんだなっていうのが見えてまいりました。まだ今後調査する必要があると思います。ありがとうございます。稲賀さんよろしいでしょうか。あ、大丈夫ですかね。はい、ありがとうございます。あのすいません、こちらのテクニカルなことでちょっとあの雑音が入りまして申し訳ありませんでした。あの富井玲子さんからのこれはまあ一般論としてですけども、あのあれですね、あの証言に立脚してあの復元をする場合に、その証言者のやっぱり立場のことに配慮する必要があるのではないかというあのご指摘が来てますので、これもあの後でまたあの考慮してあの ご回答があれば伺いたいと思います。例えば矢崎一陽寺の場合には、これはあの大変現地であの中国で尊敬されていて、結局それであの記録があの北京の美術院にきちんと残っていたっていうようなことありますんですね。それからあの、石川金一郎の場合にもこれはあの台湾で大変高く尊敬されていると、まあ、そういうことがありまして、あの、まあ、その辺の人間関係ということにもちょっと配慮しても面白いかなと思います。ちょっと時間が押してきてあのすいません。というわけで次のあの王さんのご発表について、あの王さんの方からあの、補いがありましたら、お願いしたいと思います。そちらで、クエスチョンは見えておりますでしょうか。あ、王さん今落ちてしまったみたいですね。あ、そうですか。とするとあのちょっと先に進めた方がよろしいでしょうか。であの王さんつながるまで、あの江川さんの方にあのお回ししたいと思います。あの、ご発言ありましたらよろしくお願いいたします。はい、別は補足ということではないんですけれども、ま、ラワンさんからなんか作品の写真が見れなかったのがちょっとびっくり。これは実は私もあの準備してて非常に不本意だったんですけれども、やはりあの作品をバックにあのそういうお話しするというのは学芸員にとって一番落ち着くものですから、まあちょっと時間的なこともあり、あの内容を厳選しているうちに不本意ながら落としてしまいました。
で、これ私に対してのあれではなかったんですけれども、漆喰師と書のこと、満点での満州国美術展でのちょっと状況をお話ししますと、最初から漆喰師は東洋画、書は書、そういう形で受け入れられております。ただですね、満州国美術展覧会、やはり満州国というのは、国の性格強く反映しておりまして、最初はその民族に対する配慮もあって、そういったものを受け入れていたんですけれども、ちょっと今正確なあれですけど、4回転か5回転かなの頃から、軸装の作品は受け付けない、そういうことをしております。で、まあ、バッサリ蹴られてしまうんですよね。で、建国精神というか満州国の理念とするところ、それにふさわしい作品であったり、時代にふさわしい作品、戦争という時代にふさわしい作品、そういったものが表に出てくるようになっていきます。あと何だっけ、ローカルカラーっていう言葉もありましたけれども、これも満州というか中国東北部では、これ満州国建国以前から作家たちの間で随分話題になっていたことでして、まあローカルカラー、それをいかに作品の中に反映させていくかで、これは大連時代、大連の作家たちに言ってたことなんですけれども、それは満州国建国後、満州国展の中でも言われ続ける。で、それの具体的な成功例が、ランさんがちょっと取り上げられた赤羽清吉であったり、あるいは赤羽清吉とほとんどタッグを組むように制作活動をしていた海見八郎であったり、そういう作家であろうと思います。で、戦後日本に引き上げて、日本でも作家として非常に活躍をした人たち、そういう人たちが生み出したのが満州国展で実はあったと、そういうこともありました。補足でも何でもないです。先の皆さんの発言でちょっと思いついたことをお話しさせていただきました。ありがとうございます。聞こえますでしょうか。ラマンチョイクさんの資料で見せていただきました矢崎千代治の建局中霊廟ですね。これ福岡アジア美術館にちゃんと存在するというのは私実はうっかり知らなかったんですけど、これは当時の観光物にもカラーの写真が入っていたりするそういう作品ですね。それから中霊廟自身がこれちょうどこの時1940年から41年にかけて作られた、つまりこれは新しい建物、これはもちろん日本の満州国統治と関わっている記念建造物だったということも明らかだと思います。それでは、王さんには連絡ついてませんでしょうか。ついてませんので、はい、ご連絡しているんですけれども、ちょっとまだ確認が取れておりません。そうですか。はい、クエスチョンについては、これは皆さんの方では、ちょっとよろしいですか。はい。王さんのご発表に質問をくださった、パンさんと鈴木さん、もし王さんがつながらなかった場合はきちんとご本人に伝えますので、ご了承ください。以上です。はい、わかりました。そうしますと、もうすでにほとんど時間がいっぱいになってしまっているんですけども、ラマンチャイ君さんの方から何かもう一度コメントございましたら伺いますけども、いかがでしょう。はい、特にはなくって、こういう場を設けていただいたことをありがたく思います。で、梶谷先生が最初にやはり、日本現代美術の発信という場で、かつての、植民、日本領だった朝鮮や台湾満州について発言することはですね、やっぱりある意味で、いまだに日本がそういうところを代表してしまう危険性っていうことをちょっと踏まえながら趣旨の説明をされていました。で、ちょっとこういうことをですね、韓国の友人とかとも少し話をしてて、で私もちょっとこの辺がものすごくこのセッションで危惧してたところではあったんですけど、
もちろんそれもそうなんですね。危ないところだと思います。ただ、逆にですね、何もしないっていうことも、後ろ向きでしかないので、やはり、どういう形っていうか、こういう形でも、実行できたっていうことが非常に意義があるかなというふうに、個人的に思っています。拙い感想ですけど、以上です。すいません。またミュートだったようですいません。これ、今おっしゃっていただいたこと、植民地時代の統治に関わる文化事業というのは全てそうですけれども、学術の場合でももちろんこれは考古学であっても、美術の研究であっても、これは植民地の統治に貢献をするものであったと。だからそのことを理由に否定的な評価するってことは容易にできるわけですけども、逆にそれが学術であった、美術であったということで、だからそういう政治的な状況から救われるわけでもないと。この両方の間のせめぎ合いの中で我々動いている。そしてそれは現在のキュレーション、美術館の運営についても決して他人事ではないということだと思います。一言だけ申しますと、満州ですと、これ1937年だったと思いますけども、奉天の博物館に藤山一郎さんって言いましたけど、これ副館長の方で、博物館の、運営に大変尽力された方ですけども、彼はあれですね、聖徳の、つまり清朝の、皇帝の秘書さんと、それからその後ろにあります、これはラマ廟があります。で、これは安井惣太郎が1937年に作品を残していることで有名ですけども、そこの鳥観図の、絵を描いて展覧会に出しています。で、これは何のために作ったかというと、実は、ちょうど同じ年に、横山大観がローマに行って、そこで親善の展覧会をやるわけですね。日本の、近代の日本画を出展する。で、これは実はだからムッソリーニ政権との友好を促進するために、実は藤山は、そこに満州国の、歴史建造物を描いた絵を出している。で、これ当時満州国はだからほとんど諸外国から認知されていなかったわけですから、そこで実は枢軸国との外交上の、国際的な地位を得るための、そういう作戦でもあったと。というわけで、文化事業ということを、特に観点というのは、そういう政治的な国際状況に密接に関わっているものでもあると、そういう文脈というのも抑えていくことがこれから大切ではないかなというふうに思います。で、これも決して過去のことではなくて、今の我々も置かれている状況であるかと思います。はい、モデレーターという方がイラのことを申しました。ちょうど時間になりましたので、ここのところで、これは、司会の方にお戻ししてよろしいんでしょうか。土井さんの方にお戻しいたしますけれども、まだ続いておりますけども、通訳のお二人、前田由佳さん、池田真奈美さん、大変難しい仕事を極めてお上手にこなしていただきまして、改めて私の方からも感謝いたします。それでは土井さん、よろしくお願いいたします。はい、ご登壇者の皆様、通訳の皆様、ありがとうございました。ただいまをもちまして、セッション後の方終了とさせていただきます。